今回はレベル1魔王とワンルーム勇者、第4話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。魔王なんかしてるよ。OP なんやん。OP カットするようなアニメなの？悪い顔。なんか悪いこと企んでる魔王様。計画とは？美女ポートレート？なんだその匠口本。シリアス展開っぽく見せてギャグ展開。押し入れの中のヒプ。喋ったー。見てるわ。志村後ろー。女性アピール何？ギギギギ。怖。この幽霊さんマジなんなんだよ。押し入れの中の人勇者のこと好きなの？押し入れのあれ、よくわかんないからとりあえず小林優にしたって話が面白すぎる。お見合いみたい。母ちゃんが見合いを進めてくる。それもう風俗でしょ。シャミ子呼べる？いいんだ。そういう問題なの？じゃあええか。魔族は気持ちが大きいんですね。初手ゼニア。いきなりこいつかよ。え、ゼニア多いな。写真集だな。まあ美人ではある。裏赤かな？それを聞くとそうだな。飲んだ時がヤバすぎるんだよ。なんて写真だ。真面目な奴がこんな格好するか疑問度正論。魔王が完全におかんムーブ。ブヒー。豚じゃねえか。いきなりレベル落ちすぎだろ。ケモってんな。可愛いっちゃ可愛いよ。いやさすがにこれは豚だわ。刺さる人はいそう。ヒロインがゴリラのアニメだってあるんですよ、やめてください。異種族レギュラーズのオーク軍団に紹介してやれ。ムキムキやん。すげえ。女子力？女子力とは？褐色。ええやん。ふーんエッチじゃん。ハーピーかな。サキュバスだったりしない？ヘビやんけ。ですよねー。ラミアか。邪神ちゃんかな？ドロップキックしそう。ラミアは加点要素だろうがよ。器用だな。よく自転車乗れるな。チャリはどう乗ってるんだよそれ。モンスター娘のいる日常じゃねえかこれ。人間だったもの。過去形。ワイトもそう思います。癖が強すぎる。何かしら入るかもしれない。イカ娘。狼家も娘いいな。ちょっと、花の子詳しく。サキュバスはおらんの？この種族たちの風俗レポしたい種族レギュアーズってすごかったんやな。スポ。なんでだよ。ジュラハンちゃん。ブロッケン伯爵でわろた。ゼニアが一番要望に近いの最悪すぎる。ポンコツ。可愛いのになポンコツ。メモメモですー。理想が高い。身の程を知れよ。またケツ書いてる。目の前に近いのがおるやん。それ一致してるの押し入れの中の人では？わしじゃよ。知女だー。すごい。でかい。まあ、そうなるな。私自身が好みの女となることだ。この姿やっぱ可愛いよな。黒髪なのかそれ？おそうだな。気づいてしまったな。もうこいつでいいじゃん。お前が嫁になるんか？魔王、要塞剣母って自分で言ってていいの？アングリ。ドキドキしてる。見つめ合ってます。まんざらでもないんか。ラブコメの波動を感じる。自分から仕掛けといて照れるな魔王。戻った。おい戻るな。魔王かわいいな。お顔が赤いですよ。言われた時の魔王様のうわぁ？って声が最高すぎる。幽霊も微妙な顔してんじゃねえか。幽霊が焦ってるのはなんだよ。幽霊さん、ジェラシーかな？あれ、幽霊もしかして可愛い？自爆霊もだいぶ理想に近いな。真の仲間になれ。魔王様が男だった頃。昔もプロポーズしてる。人類滅ぼそう。のぶとい声からのあれ。まあ声が太いだけかもしれないしね。魔王の性別がメスだとそのセリフは意味深に聞こえるな。そのくだり扱い。なんか始まった。転生するの？うさんくさすぎる。怪しいセミナーというか横島京都への勧誘というか。札束風呂。勝ちまくりモテまくり。いきなり生々しくて草。金の話は大事ですからね。給与あるの？貯金あるんだ。昔は稼いでた。せやな。ほんとだよ。10年後20年後を心配してくれる魔王様。浅はかなり。は？手取り48万。たっか。初任給で手取り48万とかやべえな。マジ？魔族になります。250万。人間の社会人を怒り出すぞ。僕も働きたいな。ぜひ就職させてください、お願いします。僕魔族に転生する。最長で5時間。完全週休4日？ドホワイトだー。え、もう魔族に支配された方が良くない？人間やめようかな。棒読みゼニアさん草。
ことあるごとにケツを写す。ライザの太ももくらいケツカットが多い。魔族福利厚生良すぎる。クソいい世界やんけ。魔族になりたくなってきた人間滅ぼそう。よく回るな。公共サービス大丈夫なのか？それ。でか。ボディラインを強調してくる。太ももに抱きつく魔王様。なんで太ももに抱きついているんだよ。魔王孕ませられるやん。そこはなんでざっくりなん？ものすっごい簡略な契約書出てきた。署名捺印でなれるんだ魔族。やばい実際魅力的。断る理由がないだろ。いいことしかない。僕は魔の眷属になります。怪しい宗教じゃん。死は救済なので難しい問題。なっちまえよ。我と契約して魔の眷属になってよ。お前も鬼にならないかの構え。勇者闇落ちか？振られたー。なんでや。こんな好条件なのに。世の中の社会人なら喜んで部下に全員なるぞ。フリップなんなん。その前に労働契約書読ませてください。何か裏がある。人間の尊厳とは？人間社会が一番人間の尊厳を踏みにじってる定期。人間の尊厳が守られる国で暮らしたいねー。僕が僕であるために。どういうことだ？アイデンティティの問題か。せやな。まあ、節は断る理由になるかもの。見送らせていただきます採用辞退。魔王様しょんぼり。かわいい。もうかわいいな、陛下。やっぱり本音はそっちか。これもう半分大胆な告白だろ。書かなくてもいいだろ。クリップで喋んな。生活できるようにならないとね。魔王に説教されてる。魔王を感化よ。ごごごごごご。メラメラやん。いや無理だろ。YouTuber かよ。異世界おじさんになってる。ブンブンハローとか言いそうな奴がいる。あ、ギャンブルではなかった。真っ先に博打に走らないだけでいいか。うん、トップクラスならね。ほんと一握りだけどな。そんな簡単じゃねえよ。1再生1円ももらえんよ。大丈夫ばない。ダメなやつ。お前もうわしゃがなでいいだろ。シリ。ライザはいちいち太ももが出るしワンルーム勇者はいちいち尻が出る。ケツに話してる。魔王様とゼニアさんが YouTuber やった方がヒットしそう。壁紙。壁紙それでいいの。ミンペディア。魔王様椅子かわいいな。収益化するのも大変やぞ。うんとセンスとあとわかる人にはわかる何かがないと無理。多分年一でドラゴン狩るみたいな生活の方が向いてるよ。子供は甘やかすまま。もう引きこもりを応援するおかんやで。そんなに。うっとりでわろた。親フラかな？匂わせになってしまう。とんかつ。うまそう。母ちゃんありがてえ。イチャイチャしやがって。死んでる。即落ち2コマ。それはそう。再生2桁。クリックする気が起きねえ。ママに見られるのは恥ずかしいやつだ。顔出しじゃないんだ。勇者様相し出していけ。実名でやればもう少し再生されそう。マッキー筆記具みたいなお名前ですね。神神。編集をして。めちゃくちゃリアルでめっちゃいそうな感じ。的確かつ容赦ない魔王様のご指摘。伸びるわけなくて草。早く始めろよ。ダラダラしすぎるだろ。前振りが長え。聞いてるだけで恥ずかしいぞ。単調なゲームだな。オラオラ動画。これはきつい。おじさんが YouTube 始めちゃったかん。真っ白になっとる。盛り上がりますねー盛り上がらない。プレイしながら喋るのって大変ですよね。おもんな。地獄すぎる。そっとじ。はい。いたたまれなくなって止めた。マイナス評価すらついてないの、だと。2桁よくクリックされたな。優しい。14回も再生されててすごい。勇者を甘やかしすぎる。立ち直りはええな。YouTuber から身を引こうとは思わないんだ。何やってもひどいかと。最初はこんなもんでも1年くらい毎日編集して投稿すればレベル上がるかも。だがしかしで見た。つまんねえ。今度は低評価がついた。コメント来てるじゃん。この再生回数でコメントつくのか。貴重な中村雄一の歌。動画がことごとくひどすぎる。高評価誰？舐めとんのか。信者はロタ。三つ目のキングさん優しい。魔王ママが優しすぎる。涙が止まらない。なんかセンシティブなの来ちゃったぞ。ボロクソ言われてる。広告入れれるの？身内から桜入ってるやんけ。キングさんが露骨に桜だ。身内の用語が辛い。地道に働けよ。引きこもりを母親が鼓舞するみたいになっててきついな。今なんでもって。
うおーおーおー。まあそうするよな。カンペ。これは伸びる確信。恥ずかしそうなのがちょっといいですね。天の声スタイル。喋り方が個性的だからな。スパチャ投げたいんだけどどこから投げるのですか？何は露天年。え？どこの世界の学生服ですかね。襖開いたらそれはそれで盛り上がりそう。カス勇者だ。何これ？赤番される未来しか見えん。4桁。エロは強い。見え見え。コメント欄にセスタスのババアが潜んでるぞ。どこ住み？太いね。こいつ。勇者がエロ配信はちゃんとコントロールできるの。エロ配信見まくってるからだと思うと涙が止まらない。おいやめろ。棒アイス。露骨すぎて笑う。ガリ。歯を立てるな。確信犯マックス。マックス最低。エッグ。素材。あ、これはバン待ったなし。1万人。いい？マックスプロデュース力あるじゃん。おっさんの欲望丸出しやん。恥ずかしくないのか？勇者。謎の白い液体。え？やったー。ダメだろ。魔王も乗ってきてんじゃん。廃盤。ごくりじゃねえんだよ。マックスさ。これもう二人のプレイだろ。配信するサイト変えろ。後ろに誰かいるぞってバレててくさ。廃盤。だろうな。残念でもなく当然。悲しい夕暮れだ。何がしたかったんだ。伝説は作った。マックスは見たんですか？終わった。なあ、これが OP なしで流す回なのか？魔王の口配信で稼ぐ勇者、最低だ。先週のちょっと真面目だった雰囲気はどこ行ったよ。提供、わかってんね。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。